メンズ赤星です。はい、ザ・シーツの瀬尾です。よろしくお願いいたします。はい、こちら今回、うん、ハイパーファットンというお店で、ファットン、はい、そうなんです、ね、ファットンというお店があって、あ、2号店としてハイパーファットン。なるほど。ただファットンは今休業中なんで、はい、ハイパーファットンしかないんですよ、ね、というわけで横浜市営地下鉄ブルーラインの日配駅から徒歩1分以内、もうすぐここに看板があるんだけど、ここはお店じゃなくてですね、あの道路沿いのこのビルとビルの間にあるんです。まあ、おなるほど、なんかわかんないですけどダイアゴン横丁みたいです。ああ、横丁のね、はい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 、その一番奥にねあるんですよ、ね、知らなかったら見逃しちゃうんで食券買ってもらいましょうということで言っておきたい、ね。そしてこちらがね、普通はの小ラーメン、小赤ラーメン、印つけ麺と、うん、各種ミニや豚増し、まあ、赤はちょっと辛めのやつなんで。なるほど。あのね、限定がすごいこう多いんですよ、はあ、日ごとに変わるようなもう限定メニューもあるぐらい、とにかく豊富なんだけど、うん、まあ、今回は、小の豚2枚入りを選択しております、はいはい、ね、チョコン、ね、あ、こちらです、ね、小ラーメン豚2枚800円で、ニンニクマシマシの油マシのカラカラという感じなんだけど、カラカラ、はい、これなんとですね、野菜マシがなく、各種マシマシができるのもニンニクまでということで、ちょっとよく見てくださいね。ちょっと横映りがね、横取りの映りが気になりましたけど、ちょっとあの扉の向こうから撮ったんで、すいません。あ、なるほど。いきなりスープからいきますけども、うん、スープがですね、はい、しょっぱいの、しょっぱいの、これもはっきり言いまして、はい、今まで食ったやつでもう1位にしちゃいましょう。あ、辛さで、辛さで言ったら、しょっぱさで言ったら、もう1位です。もうはっきり言っちゃいます、もうここでね。でさらに豚もよーく脂が乗った柔らかわきみた、うん、最近ちょっとねロースのぐち豚ばっかりだったんで、はいはい、俺これエキサイトしてますね。なるほど。顔には出してないですけど、エキサイトしてる、エキサイトしてる、はい、で麺をね、うん、ぎゅーっとまあ引き出して、いきますけど、今回はまあ麺増ししてないんですが、はい、あの極太縮れ麺でですね、この揚げる時にあ重さが違うなと思うぐらいのギチギチややかたタイプなんで、うん、まあ、濃厚のね油まとってるんで、デュエル、あ、デュエル、デュエル、まあまあまあラーメンと勝負だったけど、デュエル、はい、デュエル、どうでしょうかね。自分で書いてたのにね、なんか腕が、あ、腕が浮かんでる、はい、すいません、浮かんで腕が浮かんでるように見えたんですけど、あのニンニクをこうかき混ぜてたんでかぶっちゃいましたけども、ニンニク量も 1.5 倍はありますよと。電波少年みたいな、ああいうね図柄でやってたけど、電波少年ね。どのこうスープがですねインストールされて、ニンニクの濃さもまさにハイパーということで、なるほど。結構いろいろレベルが高いですね、一個一個が、うん、でここでですね、ちょっとね、まあ、画角の問題なんだけど、はい、お客さんが映り込んじゃって、うん、モザイクだらけになってしまったんで、はい、ちょっと私ね考えました。誰だこれは。少し待って書いてあるけど、ですね、こうレンゲでピカイチ、いや、いいわ、保護していくというね、これもう撮ってる間にこれやんないと無理だろうなと思った。いやいや、モザイクかけスープが飲めない飲めないもんね、いないけどもだからまあちょっとね画角の問題だけど、こんなことやりめっちゃ変な人じゃん確かに周りこっち、あの右側には誰もいなかったから、まあまあまあなんとかできたんだけど、めっちゃ変な人格紹介してもう一回入れて、やはりしょっぱいとか、いや、そりゃそうよしょっぱい上に入れたらそのしょっぱい、やっぱしょっぱかったか、足し算しただけだったんだな。もうカラカラじゃなく進化してガラガラですよ、ガラガラこれはガラガラになっちゃってますか、ガラガラですよ。というわけですっからがんばり食べましたけども、はい、ね、ごちそうさまでございましたということで、見てください、辛め度 98.5 です、うん、もうこれは完成されませんけども、はい、89.3 のマシマシレベルという、うん、まあね、ニンニクしかマシマシできないのに、このマシ度ということは皆さん、お察しください、ね、お察しですね、そういうことなんですよ、うん、でね、これ実は裏メニューでですね、豚一本というのもドカッと乗せられる、豚一本言ってくれ、いや、それ見たかったよ、くっそそれ見たいよ、それはもう一回行くから、もう一回行くから、ハイパーハットめちゃくちゃ美味しかったから、もう絵面の凄さを見たいんだよ、はい、これはもうすいません、絶対豚一本でやりに行きますんで、頼むよ、またお邪魔しますね、ごちそうでした、はい、ハイパーThank you.
Thank you.